米大リーグレッドソックス、カブス、26日米マサチューセッツ州ボストンフェンウェイパーク。カブスのカウンセル監督が26日、日本時間27日、敵地でのレッドソックス戦の前にメディアに対応。今永翔太投手、30の適応能力の高さについて語った。メジャーで1球も投げたことのない多くの投手が味わう洗礼も、今永に限っては問題になっていない。 ここまで3勝0敗と、開幕からロケットスタート。日本から海を渡った多くの投手が公式球、ストライクゾーン、マウンドの硬さ、移動や日程など、多くの違いに苦しむことが多い中、勢いに乗る新人左腕について、カウンセル監督は、まず第一に、彼はいい投手だということ、と前置きした上で、自分がやるべきことをちゃんとやっている。彼の球種は今 メジャーの打者に非常に効力を発揮しているようだ、と述べた。ここまで4試合で防御率はメジャー3位の0、84。4球の割合はメジャー2位の2.4%。四球、三振の比率もメジャー2位の10、50と安定感は抜群だ。被打率は1割7分5厘。特に、9三振を奪っている直球に関しては、被率115。 13ンを奪っているスプリットについては、被打率200と持ち球の威力が12分に発揮されている。その適応能力を支えているのは何なのか。カウンセル監督は、彼は非常に好奇心が強い。それに、心がとてもオープンだ。また、情報収集に優れている。と3つの資質を挙げた。積極的に新しいことを知ろうとする旺盛な好奇心。 偏見なく何でも受け入れようとする柔軟性そして質の高い情報にアクセスし習得する情報収集能力つまり彼は物事をよく見ているということだろうそれは適応力に優れた人間が持つ要素だと思うとカウンセル監督新人左腕を頼もしく今季5度目の先発マウンドに送り出す